ん大丈夫、ハマったよ。あー悔しい、ラン悔しい悔しいとかそういうことなの。ちょ、ま、邪魔なんだけど。あーちょっと待って、あ、二人揃ってハマってる。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速、イメミの館へ。いらっしゃいませ、リラクゼーションサロンイメミの館へようこそ。お越しくださいました。はい、ということで今回はとミネットさんが作ったラムラというところに行ってみたいと思います。ここでね、あのミネットさんが全飛び盛りユーザーへの挑戦状というのを受け付けてるらしいので、私も挑戦してみようかなと思います。はい、いい夢見せて。ええ、お任せくださいな。では夢をお取りするためにインターネットにおつなぎしますわね。はい、カムラに到着。スタート。夢の世界へようこそ。あなたは今、かという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときは、もう一度こちらのベッドに横になってくださいますね。それでは、都のかの世界をご堪能遊ばせ。はい、ということで、この村は、まあ、なんかこうね、竹やぶがめっちゃいっぱい、めっちゃ、竹やぶがいっぱいま、竹がいっぱいめっちゃ生えてんだけど、第1回、竹やぶを駆け抜けるは、新緑のアルティメットバトルということで、多分これ、あれないよね。タイマーが用意されとんやけど、まあ、タイマーは夢の世界では使えないらしく、あれなんで、ちょっと私のスマホで測っていきたいと思います。とりあえずね、ミネットさんの記録、ミネットさんの記録が49秒53ということなので、ちょっとその記録を抜けるように頑張っていきたいと思います。絶対難しいよね。絶対難しいよね。はい、ということで、スタートしましょう。はい。じゃ、ストップウォッチ。スタート。はい、かい。あと、これ普通に走っ、あ、なんか誰かしらいたけれど。あーマジかマジか、ここでハマっていく。しかもなんか開いた。これ普通に落ちそう。やばい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 。あれか、慎重に行った方がまだ早かったりとかしたか。あーやばいやばい。しかし、私らしい気もするけれど。あ、やばいな。おっとおっとくっそ、ちょっと待って。方向を間違えた、こっちだね。はい。あ、やばい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 。あ、もうちょっとこれ確実に。うわー、怖いよー。辛いよー。いや、だってもう2回落ちたからね、私。やばい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 。はい。あ、これはもうすぐゴールなんじゃないか、違う。もう、そうだよね、はい。あ、もう全然ダメ。全然ダメ。見えるって言ってもこれ反対なんだよね。1分1577。あーもう絶対1分切りたかったのに。無理だ。無理だ。くっそー。え、ミレットさん早すぎん？え、早すぎん？ 49 秒53。無理だけど。普通に無理なんだけど、マジか。マジなのか。ちょっととりあえず、家とかもお邪魔しとこうかな。あ、これはあれですか？もう最低限のものしか置いてない感じですか？なるほどね。あくまで竹やぶがメインと。途中ですれ違ったちょっと村民もすごい気になったんやけど。あはなるほど。周りにはもうすべて穴が開いてると。助けてよ、ちょっと眺めてないで。どうも、よろしく。このカムラのラ村長。あれ、途中の、あ、ちょっと待って。途中にいた住人さんは結構あれかな、最初の方におったんかな。あー待って、すべてにはまっていく。つら。つら。
待って、ここからなら抜けれるでしょう。よし。コースをだいぶ離れてしまえば全然大丈夫。どうも。おや、あんた、初めて見る顔だね。こんなとこで会うなんて特別な縁でもあるんじゃないかって気がするね。ウケる。あ、そっか、シェリーはあれか。私がよく見てたのはポケモリかな。めっちゃ会ったことあるよと思ったけど。うっ、空っぽ。あの、やっぱり、竹やぶメインで、竹やぶメインで、まあ、あれかな、舞座とか、そういうののために今いる。お、どうも。うさん、よろしく。いや、もう、名前も適当か。え、こう組み合わせたらなんか名前になるとかじゃなくて。だって、カムラ。で、ラさんとウさん。え、何にもならねえな。本当にめっちゃ適当な感じ。そういう感じですか。マーサちゃん、見かけない顔だけど、よその村から遊びに来た人かな？楽しんでってね、ラン。楽しみました。じゃああれだな、もう一回チャレンジしたいな。あー、マサちゃん大丈夫、ハマったよ。あー、悔しいラン。悔しい。悔しいとかそういうことなの。ちょ、ま、邪魔なんだけど。あー、ちょっと待って。あ、二人揃ってハマってる。二人揃ってハマってる。ちょ、待って、私向こう側に帰りたいんよね。ゴールからくるっと行けたっけ？はい、とりあえずスタート地点に戻ります。え、これ。あ、戻れないパターンのやつ？これ、戻れないパターンのやつですか？こっちから抜けれるかな？あ、抜けれそう。あ、抜けれる抜けれる。おーし。ふぅ。え？え？あれ？戻れない。戻れない。ちょ、待って、駅までは来たんだけど、向こうまで戻れないじゃねえか。これは、ちょっとこの辺からコースに戻っていくしかない感じの。消す。消す。と、この辺から戻れない。戻れないぞ。もう本当になんか、え、ちょっと待って。これあれじゃない？こっちじゃないよね。コース始まりこっちよね。だってこのコース途中で通ったもん、私。こっちだ、こっちだ。じゃあ私を広場に戻してください。何？誰かハマったでしょ。あはっ！雪見ちゃん！助けてー！ごめんね、助けられない。切実な叫びが。はい、じゃあちょっともう一回、もう一回行ってみたいと思います。よし。とりあえずちょっと1分切ろう。1分切ろう。なんかね、みなちさんの49秒とかちょっと難しそうな感じするけん。はい、それじゃあ、スタート。全然もうなんか、やばい。いけ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 。あれ、この住人、この住人さんさ、え、家はもう一個ある？あれ、2軒しかなくない？え、二人ともさ、向こう側追ったよね。あ、そっか、ゴールと近い県か。それでうろついとるってこと？なんか結構瞬間移動並みに動くね。こっち側、こっち側。あ、やっぱあの、ミネットさんも言ったけど、最初1回目はちょっと難しいけど、2回目はサクサクいけるんじゃないかな、みたいな。これはちょっとサクサクいけてんじゃね？いけてるね。いけてないです、ごめんなさい。調子に乗りました。はい、あ、でももうこれゴールきたー。はい、ゴール。止めるの若干遅れたけど、タイム止めるの遅れたけど、今1分は切ってたはず。ちょっと止めるのもたもたして1分57って感じ。いやー、え、でもほんとマジで49秒とか何？え、49秒とか何？だって今のさ、1回しかって言っても1回落ちたらまあ十分か。1回落ちてのこれ、1回も落ちんかったら、いけたんかな？もしかしてずっとあそこにおる？あ、なるほど、ずっとここか。なんかスタート地点とゴール地点が、
近すぎて逆によくわからなかった。はい、ということで今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやめっちゃ難しいけど、でもなんかね、よりいいタイムを更新したいなってめっちゃ思ってしまう。みんなも挑戦してみてください。